よーライドごはん、ロイドごはんのあやです。今回は東十条にやってきました。以前十条の味の大判で地元のご当地グルメからし焼きを食べた動画を出しました。その美味しさに一発でハマり、あれからもテイクアウトしたりお店で食べたりしているのですが、今回はその元祖と言われるお店にやってきました。それでは早速伺ってみましょう。こちらがそのお店、元祖からし焼きトンパチ。東十条駅の北口から徒歩で約 3,4 分ほどのところにあります。さあそれではお邪魔します。入った途端にニンニク、生姜のいい香り。こちらトンパチは東京オリンピックのあった昭和39年創業とのことで、もともとはとんかつのお店だったそうです。お店は2014年に改装されたそうで、想像していたよりも新しいお店でした。ニンニクって何がありますか？今回いただくのは札幌黒ラベルです。生のうまさに磨きをかけたビールと言われており、ビールの風味を保つ大麦から生まれた麦芽を使用しているそうです。ご覧のようにこのクリーミーな泡立ちが特徴だそう。実際いただいてみると苦味は少なめ、とってもすっきりした後味の良い飲み口なので、ついついスルスルと飲めてしまいました。そしたら、からし焼きのロースと、はい、あとお浸透取ってください。お浸透、はい、こちら注文が入ってから作り始めるんですが、店中にニンニクやタレの香ばしい香りが充満して、この香りだけでもアルコールがどんどん進みそうです。カウンター越しに時折炎がバーッと上がる光景はかなり迫力がありました。最後の仕上げでニンニクと生姜をすりおろすので、かなり香りがいいです。とっても美味しそう。ポテトサラダとあとレモンサワーください。はい、もうこの香りだけで早々に飲み物がなくなるだろうと思って、早めに飲み物を追加しておきました。ついでにポテトサラダも頼んでしまいました。もう興奮のあまり動画を撮り忘れ、写真で失礼いたします。ついつい作っているところ見入ってしまって、食べずにオールスター勢ぞろいです。早速いただきましょう。はい、目の前で炎が上がりました。実はお通しでビールと一緒に小さなおしんこがついてたんです。なのでおしんこじゃなくて違うものを頼んだらよかったかなと思いながらいただいてました。このポテトサラダについている付け合わせの野菜、とってもゴロッとしてて新鮮で美味しかったです。そしてポテトサラダ、とっても口当たり滑らかでしたよ。そして食べてみると意外にその味は、そう、甘かったんです。これ意外でした。さあ目を見開きました。いよいよ楽しみにしていたからし焼きです。さあ最初の一口どうでしょうか。うまい。いやー、今でもこの動画を見ながらまた食べたいなと思っています。とにかくね、このすりたてのニンニク生姜の香りがまず素晴らしい。そしてからし焼きといえば定番の薬味はネギとキュウリ。ネギだけでなくこのキュウリが実はかなりのポイントです。十条にある大判で初めて見た時は正直びっくりしたんですが、食べてみて二度びっくり。いやー、この驚きは実際に召し上がっていただかないとなかなかね、伝わりにくいかもしれません。これはぜひ一度食べてみていただきたいです。
大判に比べてトンパチはよりニンニク、生姜といった薬味感が強くて、味わいもより濃い感じです。なのでなおさらこのきゅうりの風味がこの甘辛いタレにとっても合っているんです。トンパチのからし焼きは今回食べたロースとそしてバラ肉の2種類あります。脂身が苦手な方はロースがおすすめかもしれません。バラ肉も実はまあ食べ比べたかったんですが、さすがにこのボリューム、最後までご覧いただくと分かりますが、食べても食べてもまだあるという嬉しいボリューム満点サイズです。こちらトンパチはカウンターだけの比較的小さなお店でした。お店の大半が常連さん、入店するなりからし焼きとビールとメニューも見ないでさっと頼む方が多かったです。そんな常連さん同士の会話やお店の人とお客さんとの会話が飛び交っているので、一人で飲んでいても不思議と寂しくはなかったです。このおしんこもそれからポテトサラダもちゃんと手間暇かかっていて、すごく家庭的な雰囲気が魅力でした。以前の大判もそうですが、この海外のお店は仕事帰りの晩酌、それから夕ご飯に男性一人でも立ち寄りやすい雰囲気がある気がします。自分も一人飲み歩くようになって、徐々にこの常連さんが集う家庭的なお店に居心地の良さを感じるようになってきています。トンパチのからし焼き、とにかくこのニンニクと生姜に甘辛ダレがあるようでない中毒性の高い味わいになっています。甘めなので一見口当たりがいいんですが、実は唐辛子も結構効いているので後からどん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 汗が出てきますよ。パンチもあって、そして食べ応えも十分。今回はお酒だけでしたが、ご飯にももちろん合います。ご飯のサイズ、大、中、小、そして少々というのがあります。少々サイズは100円。ほんの少し食べたいんだけどなという方にはこちらの少々サイズおすすめです。ということで最後の最後まで大満足、ボリュームも満点、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。完食。思いのほか満腹なのと汗をかいて放心状態です。汗をかいてお願いします。ご夫婦でやられているお店でしたが、とにかくお二人とも感じがいいんです。温かい感じのご主人と気立ての良い奥様の雰囲気がお店にも充満している感じでした。元祖と聞いて頑固一徹のようなイメージを勝手に持っていましたが、実際はとっても気さくで自分のような一見も歓迎してくださいました。こちらではテイクアウトもされているそうなので、次回はぜひテイクアウトもしてみたいなと思いました。帰り道北口の反対側に出てみたところ、こんな素敵な飲み屋街が。これはねちょっと訪れてみたいなと思いました。ということで次回もまたお楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。